九時で終わり？五時で。すごいね。ねえ。でも天守がないよ、天守閣が。そういうことかな。天守閣ないじゃん。年に3回かな、うん、桜の時期と秋と雪の時期にこうやって無料で入れるのでやってて、ラックアップを、だそもそもあれなんだよね、多分夜は入れないんだよね、子供たちは。そうだね、多分ね、うん、うん、なんだここすげえじゃん。え、何やってるか、暖房が。なんとかにだって、あ、自分にだ、自分に、自分に、確か自分に、あ、そう、自分にって書いてあると思う。へぇー、カモだ。へぇー、いい、なんかこんなのがあるの、はい、ねぇ、カモだね、最高だね、これ即してくれるの。すごいね。うん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 。すごいね。綺麗だね。やっぱ描いた方がいいね。いるもんね。あれ雪から雪が降る。あ、そうなんだ。雪とか雪がさで。あ、イルミネーションかな。ここが 金をここで砂金を最初に洗ったところとか、うん、金沢の発祥とか、なんかここをさ息止めて3周回ると願いが叶うらしい。
だし。こけた。頑張って。あとちょっとだよ。できた？こけた。最終できた？できた。飛び切りあと1分で待つのか、うん、8時、うん、大丈夫、うん、ほい、これじゃない、自由券、ポップ券か、すごい匂いしてる、快適だったな。快適だったね。金沢がめちゃくちゃ楽しいね。いいとこだね。2泊じゃ全然足りなかったな。ねえ、うん、でこれからはね、まず厚生食堂に向かってるの。またリベンジ今日こそは11時から開くから、うん、ちょうどオンタイムなんだけど開くかな今日も。開けばラッキー、うん、でダメだったらその横に行き市場っていう市場があるから、うん、そこ見てから行こうかなと思って。あ、そうだね、うん、天気が不安定だね。そうだね。でこれが冬の金沢だって言ってたね昨日。そうだね、教えてもらったら、うん、なんか雷鳴ったりすると、雷鳴ると冬が来た、冬が来たみたいな感じ。 でそれは寒ぶりが美味しくなる季節でもあるんだって。それが合図らしいねそうそう、寒ぶりの合図だって言うから。寒ぶり食べてないな。食べてないね。そういえばここら辺だもんね、氷見だもんね。厚生食堂はやってるでしょうか。あと5分だからさ、開く雰囲気があるかな。あ、車は止まってるけど今日は。行って。行ってる人もいる。車が行った。今日もやってるかもしれない。あれ、Uターンした。止めるだろ。止まる。あ、やってんじゃない今日は。今日はやってるっぽい。あ、車結構止まってるじゃん。どう？あ、やってるやってるやってる。開いた開いた。すごい混んでる、オープンと同時に満席だね、うん、じゃーん。あ、おいしそう、いっぱい入ってる。はい、どうも。こちらはサワラのフライ、食べてみて。うん、うまっ。すごいね、ほかほかだね、うん、うまいな。うまかったね。美味しかったね、最高だったね。すごいよ、だってめちゃくちゃ並んでるぜ。まだ11時20分だよ。ここ見てよ、そこ大行列。何も待ちよ。やばいよね。大行列だね、本当に。だってオープンまだ30分、40分でさ。うん。すごいよね。だって私たち行った時さ、オープン5分前だったんだよ。で、満席だったじゃん。うん。金沢港いきいき魚市。ああ。こじんまりだね。うん。近江市場より。
あ、楽しそう。でもこの中腹水産っていうところは人気みたいだよ。東腹か中腹かね、うんうん、中腹って書いてある。中腹水産圧倒的人気だね。圧倒的人気、うん、だってさ、今カニ漁れて出てませんとか書いてあるから、明日船が戻るとかそういうのちゃんと書いてくれてるから親切だよね。すごい。あ、楽しかったね。ここ良かったね、すごい。重複水産っていうところすごかったね。すごかった、うん、まだ生きてたもん、カニが。すごいよね。さあ、県立図書館に向かう途中、東茶屋街だって。ここら辺、ここら辺ね。あ、もうあそこの橋のところかしら。ああ、ほんとだ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 。これは何、裁判所。裁判所までおしゃれなのか。裁判所だって、すごいな。すごいね。駐車場も超広い、400台だって。すごいね。利用3時間。カフェが入ってるね。横に行っちゃって。いいね。すごいね。やべえ、すっごくない？北欧かよ。北欧だね、ほんと。やばくない？ここすごいね。まずさ、本がこう1階2階エスカレーター登ってこうやって行けるの。一番上のここがさ、勉強の机、一人ずつの勉強の机になってるの。すごいよね。後ろもあったよ。ほら、手前に見えてるだけじゃなくて奥もあるんだよ。この奥も、この奥だよ。やばくない？ここ海外だね。すごいじゃん。すごいな、これ。こんなどこにありますよまで出るんだ。そうだよ。調べた方のここがスタート。ここは今ね、調べてたところで、ここがあるって。ここがゴール。すごいな。で、ウエストとか全部そこに書いてあるからさ。そういうことだね。第7餃子、ホワイト餃子のお店。うん。やってる？やってるのかな。やってるっぽいよね。やってるっぽいね。あと。テイクアウト専門の入り口があるよ。あ、こっちがテイクアウト専門なんだ。ぽくない？こういうことか。すごいね、混んでるね。混んでるね。すごいね。これは何？ホワイト餃子の店、第7餃子の店。ホワイト餃子らしい。2階は個室席。右側の入り口からどうぞ。おいしそう。1604円。いいね。結構大きいじゃん。大きい大きい。ね、うん、なんかちょっと揚げてるみたいな揚げ餃子。こっちが焼きで、こっちが何なんだろう、ね、ホワイト餃子。こっちが焼き餃子。よくわかんないね。ホワイト餃子の方が大きくて、なんかあれみたいだよ。皮がちょっと厚いっていう噂。はい、じゃあ食べてみよう。はい。まずはホワイト餃子から、うん、いただいてみようかな、じゃあ。美味しそうだなぁ。なんか東京かどっかが本店かなんかなんだってね。あ、そうなんだ。うん、いただきます。あ、ちょっと。外がサクッとしてる感じだ。おいしい。うん、おいしいよ。どれどれ。うん、うん、俺もいただこう。うまかったね。美味しかったね。ホワイト餃子。なんか初めて食べた。餃子スイッチが入っちゃった。
全然足りない、うん、もっともっと食べたいな。美味しかったもんね。美味しかった。金沢を後にして、そうだね、岐阜を通って長野の方に戻っていこうかな。うん、そうしましょう。あ、平湯の方通っていけるからさ、うん、あ、今日温泉入れないかな、そこのまた入り口封されてるかな。あ、どうだろう。もし行けたら入りたいけどね。されてるんじゃない、うん、かもしれないね。うん、キャンピングカー入れないっていうところがあるから、うん、こっからね近いんだよ。2時間半ぐらい、120キロ。で明日阿房トンネル通ってさ、松本の方に抜けていこうと思うんだけどさ、うん、もうなんか雪雪言ってるから阿房峠無理かもな。あ、そうだね、うん、まだノーマルだからね、うん、チェーンだけしか持ってないからトンネル通った方がいいかもね。いいかもね、うん、いつもの平湯に着いたよ。着いたね。お風呂はどうか。一応やっぱ夏だけなのかな。そうかもね、うん、金沢の戦利品です。まずこれと、それからこれ。おお、いいね。金箔タンブラー、うん、すんごいうまい。何これ。うーん、おいしいね、うん、ちょっとペースが早い。ダメダメ、もっと味わって。ちゃんと、うん、お豆の風味がすごい。すごいな。もう甘いんだけど、豆の味がしっかりあって、歯ごたえも。うん、あ、美味しい、これ。うまいな、ここ。すごい美味しい。はよー。はよー。すごいね、山が。山すごいね、あれね。ゆきゆきしいね。うん。朝マイナス3度ぐらい。うん。多分車凍ってたね、下がすごい濡れてたから。うん、溶けてきたんでしょ、あれ。よし。一旦泊まれて、いいし、今日行けたらよかったのにな。山の眺めが綺麗そうだった。料金は790円です。ねえ、出たよ。高級道路を脱出。あ、ちょっと山見えた。